離れてても違っても必ず分かり合える、分かりたいと思うなら、夢を追いかける鳥のように今日も飛び立ち、チャンネル、はい、時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今インドネシアはアチェ州の州都バンダーチェに来ています。朝のワルンコピーです。おはようございます。おはようございます。パルコ木下さんとお送りしています。はい、おはようございます。ワルンコピーです。今日は月曜日ということで、皆さん出勤ですね。あれなんか和やかなんじゃないですか。もう奥様たちも、うん、ちなみに今8時、50分です。8時50分なのに店内の時計は8時半を、指しています。このワルンコピーですね、津波博物館の近くにあるんですが、アチェの朝食がどうなっているのか、ちょっと見てみましょう。こちらがアチェの、一般的な朝食、になります。バナナの葉っぱに包まれた美味しげな朝食。中をですね、開けるとどうなってるんでしょうか。こんな感じです。なるほどです。やばい、今いきなり中から髪の毛出てきた。あ、それはあのバナナの葉っぱ的なあれだから大丈夫ですよ。あ、よかりました。ということでですね、まあ、今日はね、トゥルール、卵を選んできました。味付けご飯にいろいろふりかけ的なものが美味しさに乗ってますね。そしてこちらが卵です。この他にですね、アヤン、鶏、イカン、魚などがあります。で、ワルン、屋台でですね、これをこの状態じゃなくて、皿に持って、くれる、まあ、そんな、サービスもあります。で、まあ、この場合はですね、まあ、朝ごはん弁当みたいな形で、まあ、今カフェで並んでますが、その他ね、店頭に並んでそれをこう出勤前に買い求める皆さんとかいらっしゃいます。なんか朝ってひときわ唐辛子がいっぱい入ってるような気がしてて、でも辛いの苦手な俺の日課としては、まず食べる前に赤いやつをどかすスプーンで、緑のやつもどかす、そして日本人に合った辛さを、ほらこんなにありますよ、辛い塊が、辛くてうまい。俺は辛いのダメですよ。もうでもこれをやるようになってから腹壊さなくなるんですね。すごい、うまい、うまい、ちょうどいい、ちょうどいい。いや、この唐辛子をどかしても、すでに米やおかずに十分辛みは染み込んでて、まあ許容範囲の辛さとしては辛い。うまい。えなそしてお約束のコピー、僕は今早食いしてるのは、あと10分したら、上映会会場に行かなきゃいけないんですね。それで、あ、また唐辛子あんなに寄り分けたらまだ入ってる、えいなあ、また唐辛子、また唐辛子が入っちゃった。コピーなんですが、出勤の方はですね、ビニール袋にテイクアウトもできます。ということでね、テイクアウト文化が盛んな、アチェから、アチェの朝食をお送りしました。朝食食べに行ってくださいね。またお会いしましょう。参拝者から必ず分かり合える、分かりたいと